リルデルは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、バンデ圏のコミューン。石灰岩室の岩の路頭の上にあり、町は、ポワトバンシッチを見下ろしている。コミューンを流れるのは、シャラントマリティーム県との境界となっている、バンデ川と、セーブル・ニオルテーズ川である。20世紀初頭、ラ・サブリエール池で釣りをする人々。かつての採石場跡に水を満たして、池としていたコミューンは、 ピクトン湾に浮かぶ石灰岩室のかつての小島にある。小島はガロローマ語でインズラ・デエラであった。考古学上ラ・ゲリニエールという集落にはガロローマのビルラがあった。装飾されたサモス島産の陶器の破片や灰色の陶器が見つかっている。集落の最古の名は11世紀に記されたインズラ・デエラで1197年に ローマ教皇ケレスティノス三世の教書においても同様である。1317年に召集動員の名もエリスであった。リルデルに関しての言及はマラン両主の文書において1377年になされている。リルデルのラゲリニエールにある宿について洋皮氏に書いたものがバンデ県の公文書として保管されている。村は1655年に教区となりフランス革命までは 4キロメートル離れたマランの領主の領地となっていた。最後のマラン領主であるアリグル公爵はリルデルをアリグル公爵領に併合した。革命後の1793年、リルデルはコミューンとなった。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたの。それ以降は、 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。